ここ数年のドラフト選手の活躍が著しい阪神タイガース。5年前までは糸井や福留などベテラン頼みのチームでしたが、今は若返りを果たしています。2022年ドラフトで外れ1位だった森下がルーキーながらクリーンナップを任されていますが、2023年ドラフトではどのような選手が入団してくれるのでしょうか。阪神の編成がうますぎる。今の主力はドラフト成功だらけ。2003年、2005年の優勝時は4番金本智明、正捕手に矢野明弘、先発ローテに下柳剛と外から連れてきた選手でチーム力を上げました。その後も新井貴弘、高橋光信、金村悟、平野圭一、久保康友らを獲得しました。今回の優勝は FA 選手は西勇輝だけで、生え抜き選手で優勝をつかみ黄金期を迎えようとしています。あるスポーツ指揮者はドラフト戦略が実を結んだ結果だと思いますと言います。阪神は上手い選手より強い選手を獲得しているイメージがあります。強いとは体の強さ、バットを振る力強さ、投手なら球の力強さです。近本浩二、中野拓夢は小柄ですが当てに行かず力強いスイングで長打も打てる。投手といえば青柳晃洋、伊藤将司、才木浩人、今季ブレイクした村上頌樹ですね。球速の数値だけ見れば速いわけではないが、彼らは技巧派ではない。ストライクゾーンで勝負できる直球を投げ込める。故障もしないしスタミナがある。あと負けん気が強い。どんなに良い球を投げる投手でも故障が多い選手は一軍で活躍できないですから。上手い選手より強い選手、その代表例が4番の大山雄介です。大山の2016年のドラフトといえば、田中正義、柳裕也、佐々木千早の3投手が大学ビッグスリーとして人気になりました。1位指名で田中に5球団が競合、柳は2球団が競合しましたが、佐々木は単独指名できないと判断した各球団が回避し、外れ1位で史上最多の5球団が競合しました。この時阪神は佐々木の指名が有力と言われていましたが、大山をサプライズ指名。ドラフト会場に詰めかけた来場客からは、と悲鳴に似たどよめきが起き、会場の阪神ファンから佐々木を単独指名で獲得できたのにという空気が流れました。2020年には28本塁打、今年は全試合で4番に君臨、優勝に大貢献し、ドラフト1位は正しかったことを証明しています。近本も同様で、2019年のドラフトは根尾明、藤原恭太、小園海斗に1位指名が集まる中、阪神は藤原を指名し外れ、辰巳良介も外して、外れ外れ1位で指名したのが近本でしたが、他球団から3位で獲得できる選手という評価が少なくありませんでした。社会人野球を代表する外野手でしたが、肩が弱いことがマイナス評価だったのです。ですが、蓋を開けてみたら近本は大正解だったことが証明されました。中野拓夢はドラフト6位です。ショートの守備範囲が広いが肩が強いとは言えず堅守とも言えない、打撃も抜きん出ているようには見えなかったという評価でしたが、プロ1年目に盗塁王を獲得、今年も打撃も強いパンチ力で最多安打が視界に入っています。中野の年は1位佐藤輝明、2位伊藤将司、5位村上頌樹、8位石井大地と今の主力揃い。ドラフト戦略がうまくいったことを示しています。ではこれより阪神2023ドラフト指名を予想していきます。第1巡選択希望選手、阪神、真鍋啓太、内野手、広陵高校。1位は様々な予想が飛び交っていますが、広陵高校の真鍋と予想します。真鍋は広陵のボンズの異名を持つ超高校級のスラッガーです。高校通算62発、189センチ、91キロと恵まれた体格から飛び出す飛距離が持ち味の選手です。
スイングスピードが150キロと、プロの中でもトップクラスの数値を持っており、神宮大会では計3試合で2本のホームランを放っています。ファールになりそうな内角の球をフェアゾーンに入れるほどの高い打撃技術を持っており、逆方向に強い打球を打つこともできるので、どのコースでも対応できそうです。阪神の山本スカウトは、反対方向に強い打球を打てるのが特徴。広島大会では調子が悪かったが、そこからしっかりと修正してきており、そこも評価できると述べています。また、オリックスの牧田翔吾副部長は、清宮幸太郎くんのような長距離砲として育てられる素材だなと感じる。将来的には、球史に名前が刻まれる選手になるんじゃないかと絶賛していました。身体能力も非常に高く、一塁到達時間は約4秒。動きに柔らかさが見られ、ファーストだけでなく外野やサードも守れると思われます。逆方向にも強い打球を打てれば、左打者でも甲子園でホームランを量産できますし、大山雄介や佐藤輝明の後継者として、阪神が1位で指名すると予想します。高卒野手の活躍が少ない阪神としては、真鍋のような逸材は欲しいところでしょう。岡田監督も高卒野手が欲しいと言っていました。さらに、大和を取った時も岡田監督の鶴の一声でした。岡田監督と高卒野手の相性の良さもありそうです。第一巡選択希望選手、阪神、明瀬良介、内野手、鹿児島城西高校。真鍋が外れた場合、同じ素材型の高卒野手として明瀬が候補に上がります。鹿児島城西高校、高校通算49発。強肩強打の3番を打つファースト兼投手です。投手としては最速152キロを記録しています。野手としては、明瀬は振り切るスイングで強い打球を放つ右の強打者です。2年生の秋の県大会ではレフト場外まで飛ばすソロ弾を放っています。今後は野手1本で行きたいですと言っており、ファーストだけでなくサードも守れるように、練習を続けているようです。ヤクルトの柏淵聡スカウトグループデスクは、去年オリックスで2位指名された内藤豪のイメージで見ています。共通しているのは、形が崩れにくい、泳いだ空振りが少ない、空振りはするんですけど、しっかり振って空振りする、大事な要素だと思っています、と思い切りの良さを高く評価していました。オリックスの島田スカウトは、パワーがあってバットを振れる右の強打者。巨人の水野スカウト部長はパワーが魅力、右の長距離が打てる打者として注目していると語っており、多くの球団が狙っていると考えられます。真鍋同様、大山や佐藤の後釜として期待できますし、真鍋が外れた場合、明瀬を指名する可能性は高いです。第二巡選択希望選手、阪神、日下翔、投手、亜細亜大学。2位は亜細亜大学の右の日下投手です。創志学園高等学校出身で、同学年のチームメイトに西純也がいました。高校時代に目立った成績はありませんでしたが、亜細亜大学では2年春からベンチ入りし、リーグ通算8試合で、防御率 0.28 と素晴らしい成績を残しています。セットポジションから始動して、溜めて重心を下げ、クロスして肘を使った腕の振りから投げ下ろすストレートと、スライダー、カーブ、ツーシームなどの変化球が持ち味です。中でも細身ながら力強く角度のあるまっすぐが武器になっています。4年の春には最速152キロを記録、速球で押しながらツーシームで凡打の山を築くのが日下の特徴です。また、打者のタイミングをうまくずらしながら打ち取る技術も持ち合わせています。阪神、吉野スカウトは、まっすぐが強くて緩いボールもある、ツーシームもいいと評価。ヤクルト小川 GM も、まっすぐを両サイドに投げ分けることができる、緩急をうまく使ってゲームを作れる投手になったと言っています。
うまく育成すれば間違いなくエース級の投手になる逸材です。阪神は投手の育成がうまいので、獲得できれば数年で一軍に台頭してくれるでしょう。第3巡選択希望選手、阪神、堀柊那、保守、報徳学園高校。3位は報徳学園の堀保守です。世代ナンバーワン保守と考えられています。高校通算14発の3番打者で、二塁送球の最速タイムは1秒81というプロレベルの強肩で、50メートル 6.1 秒という俊足も兼ね備えています。打撃技術も高く、センター中心の打撃ができており、内角の反応も良いので、どのコースでも対応ができそうです。1年生の秋から正捕手の座を勝ち取り、2年の春季大会では6番打者を任され、チームの県大会優勝に貢献。2年秋からは主将を任され、春の選抜でチームを準優勝にまで導きました。阪神の熊野スカウトは、大振りしなくてもしっかりシャープなスイングをすれば飛ぶ、ポテンシャルはある、これからも見ていきたいと打撃を評価していました。またヤクルトの柏淵聡スカウトグループデスクは、取ってからが非常に早く、捕手で重要視される体の力があります。打つ方でも将来は3割を打てる素材です。ここ一番で狙い球を絞って、相手からああ嫌なところで打たれたと言われる存在になるでしょう。声かけもこまめにするし、洞察力など捕手に求められるスキルを持った高校生ですと絶賛しています。阪神は去年捕手を獲得していませんし、年が近い中川隼人と競わせるという意味でも堀を狙う可能性は高いです。第4巡選択希望選手、阪神、佐倉京志郎、内野手、九州国際大附属高校。4位は九州国際大附属の佐倉です。高校通算32本塁打を放つ長距離砲です。184センチ、110キロの恵まれた体格を持ち、佐々木麟太郎、真鍋慶太と並ぶ長距離砲として注目を浴びています。1年生の秋から4番を任されており、秋の県大会で場外ホームランを放つなど、1年生の頃から規格外のパワーを見せていました。2年の夏の県大会では7戦3発の打棒で6年ぶりの県大会優勝に貢献しました。オリックスの森友や、ヤクルトの村上宗隆を参考に打撃フォームを作ったようで、プロに入ってからもこの2人のような選手になれる素材です。阪神の前田忠時スカウトは、さくらくんは打撃に柔らかさがあるのがいいところ、佐々木くん、真鍋くんに比べても一番柔らかい。また巨人の桑田ファーム総監督は、守備もそつなくこなし、大きな体でもしなやかに動ける、打撃ではシャープなスイングをして角度のある打球を飛ばせるなと思いました。2人ともさくらの打撃の柔らかさを高く評価しています。体型を見ればパワー重視かなとも思われますが、柔らかさやコンタクト能力の高さも持ち合わせており、将来が楽しみな選手です。大山の後釜候補として期待できますね。うまく育てることができれば阪神の4番を任せられる可能性を十分に秘めている逸材です。第5巡選択希望選手、阪神、杉山春樹、投手、横浜高校。5位は横浜高校の杉山選手です。1年の夏から名門横浜のエース格として任されており、チームの3年ぶりの県大会優勝に貢献しました。3年の夏の県大会では準々決勝の総陽戦で8安打無失点の完封勝利を飾ります。この試合を受けて阪神の吉野スカウトは、まっすぐも丁寧にコーナーに投げて変化球も低めに集めていた、牽制で2回もアウトを取っていた、そういうところもそつなくこなせる技を持っていると評価。またヤクルトの柏淵聡スカウトグループデスクは、球の速さでなくキレで勝負するタイプ、
スライダー、カーブのコントロールが良く、ストライクとボールの出し入れもできている。高校生の中で完成度が高いと、球のキレを高く評価しました。その後は惜しくも慶応との決勝に敗れ、3年連続の甲子園出場を逃してしまいました。今日勝ってこそ本当のエースだと思っていたと悔しさをあらわにしましたが、この一戦の悔しさを糧に杉山は次なるステージへと向かいます。杉山は高校生としてはかなり完成度の高い投手です。貴重な左のエース候補として阪神がリストに挙げている可能性は高いですね。伊藤将司のような投手になってほしいです。第6巡選択希望選手、阪神、池田陽介、投手、立教大学。6位は立教大学の池田です。ストレートは最速152キロで、智弁和歌山時代には甲子園で150キロも記録しています。高校3年生の時にはエースとして奥川康信率いる星稜打線に8回3失点の力投を見せました。立教大学では1年生の春からベンチ入りし、6期で通算30試合6勝4敗、防御率 3.23 と好成績を残しています。この投手の一番の持ち味は微妙に動くストレートです。高校時代から純粋なまっすぐというのはほとんどなく、打者の手元で少し動く球で打たせて取る投球を武器にしていました。また平均球速145キロのまっすぐに加え、110キロの緩いカーブや120キロ台のスライダー、130キロ台のフォークやツーシーム、カットボールなど多彩な変化球を投げるため、相手打者は的を絞りにくいでしょう。三振の山を築くような投手ではありませんが、総合力が高く即戦力として期待できます。中日の松永スカウト部長は、カットボールをうまく使っていた、球速も上がっていた、タイプ的には先発で試合を作る方と言っており、青柳晃洋のようなゴロの山を築くエース格になれる才能を秘めた投手です。続いて育成です。第1巡選択希望選手、阪神、篠崎邦忠、投手、修徳高校。育成枠は修徳の篠崎投手です。身長192センチの長身から投げ下ろす最速148キロのストレートを武器にしています。高校入学時には120キロ台だった直球は30キロ近くアップ、体重も88キロから102キロへとアップ。その上でフォームも体も未完成、もっともっと成長できると篠崎。巨人の水野スカウト部長は、まだまだこれからです、体があるしスピードももっと上がってくると評価。成長の可能性を秘めたスケールの大きい選手であり、ぜひ育成枠で獲得してほしい投手です。才木浩人のような奪三振能力の高いピッチャーになってほしいですね。いかがでしたでしょうか。今年のドラフトは逸材揃いでとても楽しみですね。あなたのドラフト指名予想や、この選手はいいよなどのご意見がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。